ジュニア世界オリエンテーリング選手権は国際オリエンテーリング連盟によるオリエンテーリングのジュニア世界選手権である。略称はジャワック最初の開催は1990年で以降は毎年開催されている。出場資格は開催年の12月31日時点で20歳以下であることである。ジュニア世代の国際大会が 初めて計画されたのは1983年であり、デンマークでの開催であった。以降も1984年にはオーストリア、1985年にはフランス、1986年にはハンガリーで、非公認なジュニアヨーロッパ選手権として開催された。試行として、非公認なジャワックは1987年にイングランド、1988年に ベルギー、1989年にオーストリアで開催されている。翌年のスウェーデンでの大会から公式なジャワックとして実施されるようになった現行の大会プログラムは以下の通りである。最初のジャワックはクラシック種目とリレー種目の2種目のみでの開催だった。1991年からショート種目が導入され、2004年よりミドル種目という故障に変更された。 これは世界選手権に追随したものである。スプリント種目は公開競技として2005年のスイス大会より導入され、2006年のリトアニア大会より正式プログラムに組み込まれるようになった。ありがとうございます。